はい、皆さん、こんばんは。はじめまして。私の名前はスハリアントです。ジャカルタ出身の30歳です。私は昔に20年間住んでいます。じゃあ外国大学の日本語学科を勉強しています。私はまたコンピューターの分野で学校に取っていた。私は現在PT Hitachi Construction Machinery Indonesia で働いています。私は10年間働いています。Hitachi は蒸気工場です。これは西力に位置しています。現在改善で2年間働いています。以前は生産に企画管理部にいました。私の現在のポジションはシニアスタッフです。私は自分の仕事が大好きで、かなり良い給料をもらっています。私の仕事で気に入っているのは、女子に自分の意見を自由に表現できることです。私たちが直面する問題のいくつかを迅速に解決できるように。私が気に入らないのは、作業負荷が高いことです。時々、夜に家に帰らせてくれます。私は数年前に結婚し、数人の娘がいます。妻も役所で働いています。私の妻は働いていますが、それは私を怠惰な従業員にしません。父親として私は不屈折です。私は責任のある人間であり、目標を持っています。私の家族を繁栄させるために、これで終わった。よろしくお願いします。